はい、こちらファーストシリーズですね。ですね、もうこれで、うん、もういつもの定番のと言ったらしいですけど、はい、もう強さですよね。はい、ですんで、もうこういった感じでパスキャッチがしっかりとしてという形で、うん、まあ本当にいいキャッチが初っ端あって、そうですね、先制したと、はい、そうですね、もう最高の駆け上がりというか、出だしでしたね。で今度は、はい、こちらですが、パイレッツの、はい、はい、まあ、こちらも1本返してという、ね、そうですね、これも本当にファーストクォーターのところからの、はい、まあ、そのままセカンドクォーター入ってからのすぐタッチダウンということで、はい、本当ファーストクォーターでこの、まあ、オフェンスが出てて、その後ですがディフェンスがどん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 両チーム、はい、ディフェンスラインがすごかったですね。そうですね、本当に、うんうん、こんなに DL が強いシーズンなかったんじゃないかなって思いますね、はい、その両チームがというよりも、はい、こんなにエリアの中でもう圧倒的 DL を持つチームがぶつかることっていうのはなかなか見られない試合だったので、はいはい、すごかったなと思う、本当に素晴らしかったですね。そうですね、単純にまあ綺麗なストレートのサックもあればカバレッジサックで、はい、ちょっとディフェンスラインのことばっかり注目してたんで、はい、お互いにね、ファーストクォーターの後、お互いのディフェンスのパスカバーがどういうふうに改善されて、はい、そういうカバレッジサックが生まれたのかっていうところはちょっと分からなかったんです、すみません、分からなかったんですけど、はい、そういう意味でいくとお互いのディフェンスがうまくファーストクォーターの後、はい、アジャストして、はい、こういう締まったゲームになったのかなと思いますね。はい、そうですね、これももう本当にセカンドクォーター終わり寸前でも本当にいいディフェンスが出て、はい、それでこれで次ハーフタイム超えてサードクォーター、うーん、すごいいいキャッチですよね、はい、ね、はい、右足がしっかり残ってて、うーん、もう本当綺麗な芸術的なパスを投げますよね、はい、まあ、本当にこの柴崎選手とこのレッツのレシーバー陣のレシーブというのは本当に素晴らしいものです。はい、ですがこちらがこうやって、そうですね、このフィールドゴールブロックが、はい、大きいポイントでしたよね。これは聞きましたね、はいはい、本当結果的にそうなったと言っても過言ではないですね、はい、でドローがここでね、タックルがパッと決まるわけではなくて、はい、出ちゃうんですよね、はい、プレーが、はい、本当にこのランプレー最後、この今のこの前のシリーズですかね、はい、この前のシリーズもパイレーツの、パスラッシュがすごく効いて、はい、まあ、あと反則もちょっとありましたけど、はい、結果電通のオフェンスがずるずる下がってしまって、はい、でパントに、抑えられた後のパイレーツのオフェンスシリーズでしたね、はい、これ、はい、もう最後の方はですね、本当に2ダウンしてということで、時間を消耗して最後にダイブと、はいはい、まあ、最後というか一歩手前でダイブですね、最後ではなくなんですけど、本当にそういう形で、意表をついてのダイブプレーで一本取ったという形で、ペッターオーシャンパイレーツのが最後に一本取って勝ったというですね、試合になりました。14対7ということでペッターオーシャンパイレーツの勝利となりました。